ガシャンウィーンガシャンウィーンガシャンウィーンガシャンどうも坂太郎っつって、皆さん本当にありがとうございました。すいませんでした。あらためましてどうも、坂太郎です。今回なんですけども、坂太郎チャンネルの方針について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、坂太郎チャンネル、タワヤヌでしなくなってどうなっちゃうの、何も変わんないの、どうすんのっていうお話だと思うんですけれども、一個一個その坂太郎チャンネルのコンセプトだったりですとか、投稿頻度だったり、こういうことやってきますよみたいなことをね、本日は、お話していきたいと思います。坂太郎チャンネルということでですね、まず最初に坂太郎チャンネルのコンセプトについてまずはお話ししていきたいと思います。まあコンセプトっていうのはね、例えばムドットだったら道のりを全国へみたいな、そういう感じのなんかコンセプトを掲げてると思うんですけれども、坂太郎チャンネルはどういうコンセプトなのっていう、そういうところをちょっとお話しさせていただくと、生きてる生きてる、どういう実況者かっていうのが一言でわかるようなね、そういうコンセプトを考えましたので発表させていただきます。まあそれもですね、笑いと感動を届ける挑戦系ゲーム実況者として、これからね掲げていこうかなと思っております。っていうのも、俺ってさ、24時間生配信の時もそう、100レート上げるまで終われませんの時もそう、苦しんでる時、挑戦してる時が一番俺輝いてるやんってね、そんな感じを過去の動画をね、この2週間で見て思ったわけですよ。なのでまあ挑戦系ゲーム実況者、ゲーム実況から笑いと感動を届けたいと思ったので、笑いと感動を届ける挑戦系ゲーム実況者として今回ね付けさせていただきましたと。ゲームの種類としては、まあマリオカートをはじめ今までやってきたゲームをですね、深く絡めて挑戦していこうかなと思ってるんですが、それにプラスして鬼畜ゲームも結構やっていこうかなと思っております。例えば今流行りのオンリーアップだったりとか、あとはそれこそしょぼんなアクションだったりね、ああいうのもねこれからやっていこうかなと思っております。まあ結構ね、俺が苦しんでる姿、そして過酷に挑戦してる俺の姿がみんなにとって面白いんじゃないんですかね。楽しんでくれると僕は願っております。ということで、笑いと感動を届ける、挑戦系ゲーム実況者としてこれからね、コンセプトを掲げてやっていきたいと思いますので、今後ともこのコンセプトでよろしくお願いします。で、続きまして投稿頻度なんですけれども、こちら今までは動画生配信を毎日のように一日も、休むことなく毎日、やってきました。で、これからどうなんのっていうお話なんですけれども、坂太郎チャンネルできるだけ頑張ります。できるだけ頑張ります。はい。ということで、このできるだけ頑張りますってこれ何っていう、そんなお話なんですけれども、本当にもう言葉の通りできるだけ頑張る。毎日投稿できるように頑張ると。そういう意味合いでございます。これマジで最初に言っておきたいんですけれども、これやる気がなくなったとかじゃないからね。マジで。そこだけはマジで最初にちょっと重く言わせていただきたいんですけれども、まあこれっていうのが、本当に今って質が高くて、なおかつ面白い動画がこう求められる時代っていうのは、もう皆さんも承知の上だと思うんですけれども、そういう動画を出していきたいと私自身思っております。で、なおかつこれ言い訳になっちゃうんだけど、一人で企画して、なおかつ編集もして、生配信もして、投稿もするってなると、もう俺もうパンクしそうなのよ。なのでできるだけ頑張るけどっていうね、そんな、お話でございます。あとはね、もう一つ大きな理由が、初見さんが来た時に妥協動画とかをこう見た時に、え、こいつおもんなって思ってさ、坂太郎チャンネルを見なくなったらさ、もうそれって最悪じゃん。それなおかつたまたまチャンネル登録をしてる人が久しぶりに見てみようって思ったら、めっちゃ質下がってるみたいな動画見ちゃったら、もうチャンネル登録外そうってなっちゃうじゃん。それは嫌なのよ。だからこそ質が高い動画を作るために、このようなできるだけ頑張るという投稿頻度にさせていただきます。なんか一日のルーティンを坂太郎からこう始めるみたいなね、そんな感じで、もし言ったら大変申し訳ないんですけれども、とにかくまあできるだけ皆さんの期待に応えられるように頑張りますので、皆さんぜひとも今後ともこの投稿頻度でよろしくお願いいたします。坂太郎チャンネル、はい、ということで、あと2つだけ伝えさせてください。そのうちのまず一つ目がですね、動画生配信の比率なんですけれども、こちらちょっといろいろ考えました。今まではね、できるだけ動画を投稿して間を埋める形で生配信の方はさせていただいておりました。これからの坂太郎チャンネルに関しましては、半々ぐらいでやろうかなと思っております。もちろんね、これ動画自身めちゃくちゃ作るの好きなので、なのでやっていきたいとは考えているものの、ただね、結構生配信の需要っていうのはかなり高いんですね、今の時代。なので、ね、動画と生配信半々ぐらいでこれからやらせていただきたいと思います。生配信のダイジェストをね、これから作ろうかなと思っております。というのも、面白かった生配信ね、反響あった面白かった生配信についてはダイジェストにしていこうかなと思っておりますので、
そちらもぜひともお楽しみにしていただければと思います。あとはまあショート動画もね頑張ろうかなと思っておりますので、そちらもショート動画の動画もですねお楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。坂太郎チャンネル、はい、ということでこちら最後のお知らせになります。ということでその最後のお知らせなんですけれども、発表させていただきます。坂太郎チャンネル大挑戦企画というものを月に1回やらせていただきますということでですね、まあ、坂太郎チャンネルのコンセプトに合った、そして目玉となるような企画でございます。まあ、これは何ぞやっていうお話なんですけれども、本当に月に1回ですね、大きな挑戦をさせていただきます。それに向かってその月は頑張るといったような、そんな、お話なんですけれども、具体的に申し上げますと、例えばね、9月の目標は4万レート目指しますとかだったら、その4万レートに向かってその月は頑張りますと。で、最終週にみんなの前でその4万レート行く瞬間をお届けするといったような、そういう形であったりですとか、あともう一つ例で挙げるとすれば、例えばこの月のね最終週のこの日に新コースの全コース1位取るまで終われまてん生配信をやりますみたいなね、そういう感じの、まあ、大挑戦企画というものを月に1回やらせていただきます。でこれをねこの7月はまあ俺が考えるんですけれども、8月9月とかにおいてはもうみんなで8月の初めだったり9月の初めとかだったりで生配信で大挑戦企画を決めようの会とかでね、みんなと一緒に決めていければと思っておりますので、皆さんねぜひとも楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。で、まあ、7月何すんのっていうお話なんですけれども、もうこれ大挑戦企画私もう考えてあります。はい、ということで7月の大挑戦企画は7月22日土曜日19時より、あなちゃん、ババア、そしてパックン、この3対1位取るまで終われま生配信をさせていただきますと。まあ、24時間生配信をした俺からすれば、まあ、正直甘いです。はっきり言って。なんですけれども、まあ、大挑戦企画としての、まあ、チュートリアルみたいなもんですよ。まあ、そちらをね、7月22日土曜日、大会型で、こちらやらせていただきたいと思っておりますので、皆さんぜひ、多くのご参加、お待ちしております。坂太郎チャンネル、はい、ということでですね、ここまでお話をさせていただきましたが、ここまで聞いてね、挑戦系ゲーム実況者って、うらねーって思う人もいるかもしれませんが、まあ、あとはね、動画とか生配信で結果をね、まあ、示していけたらと思っておりますので、そういう人たちはぜひともね、そちらを見ていただければと思います。あとはですね、まあ、2週間動画投稿をお休みさせていただいたんですけれども、もう登録者ね、正直100人ぐらい減るかなと、200人ぐらい減るかなって思ってたんですけれども、結局一人も減らないままですね、ここまで来ることができました。皆さん本当にね、チャンネル登録をそのまましてくださってありがとうございます。本当にぜひとも期待に応えられるように頑張りますので、皆さんぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。あとはね、このお休みの間の出来事だったりとか、あとそれこそ24時間生配信の、まあ、心情だったりとか、あとはもうそれこそもう1万人目指してるにあたってのその時のね実話のお話とかね、まあ、ぜひとも生配信とかで、ね、お話をさせていただければと思いますので、ぜひともお気軽に遊びに来てください。はい、ということで本日は坂太郎チャンネルとしての再出発の一発目の動画となりましたが、次回はゲーム実況の動画をお届けしようと思っておりますので、そちらぜひ楽しみにしていてください。ということで本日はこれで以上、また明日からの動画でお会いしましょう。バイバイ。しゃ、ありがとうございました。新コースで1位を取るまで終われない挑戦、終わる絶対お願いします。いやもう安定収入歯抜け、ババア、それは仮面ポッターだな、ババア。はいはいはい、撮ってんのかよ撮ってんのかよ チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、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 チャンネル登録。